2年ぶりですね、キリュウさん。ああ。こうしてキリュウさんと酒飲めるのも久しぶりだ。ゆっくりしていってください。いや、そうもいかないんだ。さっきの長谷部とかいう男の言っていたことですか？ああ、柏木さんのことが気になる。すぐにでもミレニアムタワーに行きたいんだが。じゃあ本当にホスト同士の喧嘩なんですね。ええ、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。オーナーが警察の連中追い払うまで我慢してください。もしもし。俺だ、柏木だ。柏木さん。至急お前に会って話しておきたいことがある。明日にでも東京に来てもらえないか？俺なら今神室町にいます。本当か？ええ、俺も柏木さんに話したいことがありましたから。今どこにいる？スターダストです。スターダストだと？何か警察が集まっているみたいだが、何かあったのか？ええ、錦山組の連中と店の中で揉めました。でも問題ありません。それよりも柏木さんは大丈夫ですか？
何だ。いや、錦山組の長谷部という男が柏木さんの身が危ないと。そうか、すぐにでも会って話をしておいた方が良さそうだな。桐生、今から会えるか。ええ、風間組の事務所に行けばいいんですか。ああ、頼んだぞ。はい。あまり言いたくはないが、お前の命狙っている連中はたくさんいるはずだ。あまり派手に動かないよう、ミレニアムタワーまで来てくれ。いいな。ええ、それじゃ。そろそろ出る。ええ、柏木さんのところへ行くんですね。ああ。どうだった、外の様子は。ええ、警察の連中、店の前からはいなくなったんですが、ミレニアムタワー方面に張ってますね。まずいな。うまく警察をかわせるルートがあればいいんだが。それならちょっと面倒なんですが、一旦中道通りに出て、そのまま道を横切ってピンク通りの方から回り込むように言ってください。そのルートなら警察に会わずにミレニアムタワーに行けます。わかった。桐生さん、警察以外にも数日前から変な連中が街をうろついています。気をつけて行ってください。どんな奴らだ。黒いスーツにサングラスをした数人の集団です。外国人クラブの奴の話だと、堂島大吾さんの行方を追いかけてるって噂です。なんだと。目的は分かりませんが、大吾さんが撃たれたことに関係している連中かもしれません。どこかの組がいろんな手使って大吾さんの居場所を知ろうとしてるんでしょう。大吾の安否を確かめるためか。こんなこと言いたくありませんが、もし大吾さんが亡くなっているとしたら、跡目を狙っている組織にとってこれ以上嬉しいニュースはありませんからね。どちらにせよ桐生さんの味方じゃないことだけは確かです。お気をつけて。ああ、わかった。
誰だお前ら。どうして俺をつける？日本語がわからねえのか。どちらにしてもただじゃ口を割らなそうだな。ここで殺されるわけにはいかない。悪いが痛い目に遭ってもらうぜ。大吾の居場所を嗅ぎ回っているのはお前らか。お前ら一体誰に雇われた？
よく来たな、キリュウ。柏木さん、あまり時間がない。お前とはいろいろと話しておかなければならないことがある。はい。今日の幹部会のことだ。どういうことや。四代目呼び戻すやと。そうだ、今六代目が現場を離れたら東条会の基盤が揺るぎかねん。ここは最悪の事態も想定し、他の組織も承服する人間に東条会を任せるのが先決だ。何やと。私は賛成です。峰おのれ。神田の兄貴、ここは霧四代目に出張ってもらうのが最善の策です。何やと。頭、俺は六代目と直接杯を交わした間柄です。本来なら何があっても大吾さんに戻ってきてもらいたい。ですが近江連合やその他の組織のこともあります。ここは早急に他の組織が納得できる大工を立て、大吾さんの帰りを待つしかないと思います。うん。今さら何言うとんじゃ。国道が頭取られて落ち着いとる場合か。株ばっかりやって頭おかしなとんちゃうか。もう見ねえ。俺も神田と同じ意見です。極道だったらまずやることは後目のことよりも返しが先でしょう。浜崎。頭、俺が仕入れた情報じゃ会長跳ねたのは風間のおじきによく似た男と聞きましたが。浜崎、お前そらほんまか。どういうこっちゃ。六代目の側近の話だと、大吾が会長室で撃たれた時、部屋にいたのは風間の親父によく似た男だったらしいが。まあ一度死んだはずのおじきが生き返るわけもありません。別の人間だとは思いますが。頭、なんかご存知なんじゃないですか。いや、俺も全く見当がつかない。どちらにしても今東条会がすべきことは、会長を撃った男を捕まえて誰が戦争を仕掛けたのかを探ることでしょう。四代目桐生さんを戻すのはそれからでも良いのでは。いや、それは違う。ん？今は早急に東条会の足場を固めることが先決です。直系99団体桐生さんを代行に立てて一枚岩になっていかないと組織は崩壊してしまう。桐生ってなんやねん。お前そんなに桐生に跡目渡したいっちゅうんやったら、いっそのこと俺が桐生の首取ったるわ。神田、お前。頭、この際やから言うときますわ。うちら三代目錦山組、桐生の下に入んのはお断りや。初代も先代も桐生にやられたいうこと、うちら錦山組は忘れてへん。だがそん時お前は強姦罪で無所の中だっただろうが。しゃがしゃボケが。とにかく桐生の首取る理由、錦山組にはあるんじゃ。こうなったら桐生ぶっ殺してわしが東条会の後目になったる。桐生は東条会の敵じゃ。わしの手で桐生の首取ったら。それは聞き捨てならない話だな。ああ、桐生さんとやり合うのは構わない。だが錦山組に東条会の後目渡すわけにはいかねえってことだねえ。
カジラ。何を言っているんだ。今後目の話なんかしている場合か。でもカシラは桐生さんを呼ぼうとしている。俺も神田と同じでそれには反対なんですよ。浜崎、このまま桐生さんが代行に座ればそのまま七代目に復帰ということもある。お前もそれは嫌だろう、ミネ。もう一人の幹部の意見も聞きたいね。真島の兄さんよ。あんたも本部の若頭補佐だ。何か喋ってくださいよ。アホくさ。ああ、俺は別にどうでもええ。あんたらで好きにやってくれや。どういうことや。風間のおっさんの亡霊探すもよし、桐生ちゃんとドンパチするのもよし、好きにせえ。そうや、一言言うとくわ。うん？喧嘩すんのは結構やが、もしうちの島に入ってきたら、そん時は怪我するだけじゃ済まへんで。真島。ほな。桐生ちゃん、えらいことになったで。そんなことが。すでにお前がカムロ町に戻ってきたことを知っている組もあるだろう。特に神田の動きには気をつけろ。はい。おそらくそれぞれの組がそれぞれの行動に出る。俺は神田の動きを抑え、一刻も早く大吾を撃った男というのを突き止めるつもりだ。その件ですが、実は。これは。